はい、どうもこんにちは、マキオです。今日は皆さんにご報告があります。なんか自分のブログだったりツイッターとかではちょいちょい言ってたりとかして、いるんですけれども、この、まあ、4月というか3月末からですね、屋久島と東京で2拠点の生活を私しようと思います。はい、というのもですね、まあ、屋久島行ったことあるかというとないです。ないんですが、なんでそういうことが起きたのかというと、私の、彼女、恋人であり婚約者の、子がいるんですけど、が4月から屋久島で働くことになりました。屋久島に住みます。で、僕は、まあ、僕のこの映像制作の仕事ってやっぱり東京とか関東での仕事が一番多いので、ついていって移住することはちょっと難しいなと思ったんですよ。でもせっかくこうやってフリーランスで仕事していて、ある程度働く場所、時間、融通が効くので、じゃあ月に1回僕も屋久島に行って彼女と一緒に過ごそうというふうに思いましたというところで、屋久島と、まあ、2拠点生活、まあ、半分移住するみたいな感じでできたらいいかなというふうに思っております。で、今まさにね、その準備をいろいろ進めていて、まあ、向こうでもね、いろいろ映像を作ったりしたいので、こう向こうに置いておく機材とかっていうのも今揃えたりとかいろいろやってます。またね、あのタイミングを見て、その準備、屋久島での生活のために買った機材とかっていうのもご紹介したいなというふうに思っております。で、最初この屋久島に行くというか、屋久島にも拠点を作ると決めた時に、屋久島でもこうお仕事とかたくさんしたいなと思ったんですよ。映像を作るお仕事を屋久島でも取れたらと思って、結構いろいろ事業計画とか練ってたんですけど、なんか最近いろいろこう反省をして、よそ者がいきなりやってきて映像制作の仕事くださいっていうのも、まあ、なんかちょっとこうおこがましいというか思ったので、まずは向こうに月1回1週間ぐらい毎月ですね行って、この YouTube チャンネルとかで屋久島の生活、魅力、そこにあるものを伝えできたらいいなというふうに思っております。で、屋久島の Vlog みたいな企画で、まあ、ちょっとタイトルとかまだ決めてないですけど、そういうこうシリーズを作っていけたらいいかなと思っておりますので、ぜひお楽しみください。まあ、そういうことができるのも、まあ、今自分がありがたいことに映像と出会ってお仕事させていただけているからこそだと思っているので、貢献ができたらいいかなというふうに思っております。なんか素敵な屋久島の魅力とかを映像で出していって、少なくない方がこのチャンネルを見ていただけるようにもなってきたので、そこでね、皆さんにもこう魅力をお伝えできたらいいかなというふうに思っております。はい、そう、今日はなのでそのご報告という感じなんですけれども、なんかね、なのでそこでこう、あ、じゃあこういうコンテンツ欲しいですとか、なんか多分屋久島って天気悪いんですよ。ずっと年中雨降ってると、日1ヶ月35日雨とかって言われるぐらい雨が多かったりするらしいので、こう機材とかっていうのもね、結構悩みながらになる気がしているんですよ。その辺のことだったりとか、まあ、カメラ機材をアウトドアで撮る時のカメラ機材の選び方とか、なんかそういうところも含めてお話をしていけたらいいかなというふうに思っておりますので、4月以降も、まあ、このチャンネル の屋久島の情報、屋久島からの発信みたいなのもご期待していただけたら嬉しいかなというふうに思っております。今日はちょっとそれだけの動画になりますので、まあ、短い動画にはなっていると思いますが、これからもこのチャンネルを応援していただけたら嬉しいと思っております。あとね、なんかもしこのチャンネル見ている方で屋久島に関係があるよという方がいたらですね、僕本当に屋久島につながりが全くない、なんだ、一回も行ったことない状態から行くので、ぜひ何かこうつながれたら嬉しいなというふうに思っています。別に仕事とかどうこうではなくていいです。現地でなんか仲いい人を作りたいっていう、シンプルにそういう気持ちも、そういう気持ちの方が大きいので、ぜひよろしくお願いします。まあ、でもね、いずれは屋久島を起点にですね、そういう観光系の映像とか地方移住とか、そういう地方の魅力を伝えるみたいな映像ってあんまりやったことがないの ですごく興味があるし、やっていきたいなというふうに思ってます。なんかそれが結構明確に人の役に立てる映像になるなというふうに思っているところもあるので、まあ、まずはもう無償でもいいから現地の映像とか撮っていっぱい発信していきたいなというふうに思っております。はい、ということでですね、こんな感じで引き続き今年は頑張って YouTube チャンネル更新をしていきたいと思います。何卒今後ともよろしくお願いいたします。またね、映像制作に関する情報だったりとか、カメラに関すること情報を発信しておりますので、興味を持っていただいた方はいいね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。